会った頃の私たちは心細くて不安もあったけど、いつもどこかでワクワクしてた。とにかくあの頃の空はなんだかすっごく広かったんだ。おかえり。あ、おやすみ。今日の朝飯当番種田でしょ。ちょっと今日は勘弁して。貫徹なの俺。謝罪もなし寝るか普通。ごめん。すみませんでしょ。すめん。ムカつく男だね。バイトは？どうにか山越えた。今日から俺は堕落するよマジで。メイクさんも仕事頑張ってね。実家から野菜送られてきたから今日からまたカレー祭りだよ。雑誌の下請けでイラストのバイトって彼氏さん食べていけるんですか？無理だから一緒に暮らしてるんだけど。私も今彼に部屋が広すぎるから一緒に住もうって言われてて。あ、金持ちなのね。
資産家の息子かなんかで、今時両手にブルガリの時計ですよ。すごくないですか？バカなんじゃないの？治ったよ。あんたもさ、うちの社員なんだからコピー機くらい自分で直そうよ。いや、いいです。私別にそういうの必要ないんで。何これ？あ、え、自分さ、入社して2年目だよね。学生のノリがいつまでも通用すると思ってんの？それに今日の会議の資料もさ、これどういうこと？ホチキスは右上に2個って言ってるよね。何回言えばわかんの？新しいお店か、前まであるみたい。どっちがいい？話聞いてんの？お前の代わりなんてさ、いくらでもいるんだよ。私社会人に向いてないのかな。つつましく生きようと頑張ってんだけどね。そこんとこどうなのよ、平八さん。まあ、いいや。そう自分に言い聞かせて、私は毎日を何とかやり過ごしている。超気分が悪いんで早退します。それでもどうしたらいいかわからなくなって、体に毒が溜まっていく。ただいま。まだ寝てるし。姉だ。私会社辞めちゃおっかな。なんて、うっそ。そんなバカな真似しない。辞めちゃいなよ。本当に芽衣子さんがそうしたいなら。きっとどうにかなるさ。行き着く先が世界の果ての果てだとしても、芽衣子と俺はずっと一緒なんだから。
ていうか俺がどうにかする。おちょっとギブ、いやギブだって。その日、私は辞表を提出した。あんたがうちの店に来るなんて珍しいと思ったけど、本当に辞めちゃったの？本当に辞めちゃったの。はあ、散々愚痴ってたから時間の問題だとは思ってたけど。これ買っちゃっていいですか？怖い。現実逃避でショッピングに走ってるし。こう見えても結構貯金あんだよ。つっても種田はフリーターじゃん。まあ、切り詰めれば1年くらい持つんじゃないかな。次がすぐに見つかるなんて保証どこにもないんだよ。気が向いたら洗濯して散歩して。あーなんて自由で。種田は何だって出したって何よ。だから辞表だって。いや、やばいじゃん。それかなりやばいじゃん。俺これからどうすんのよ。だって種田がどうにかするって言ったんじゃん。いや、ていうかいうか、おら、あの、いや、半分で落ち着かなくていいぞ。おー、ちょっと、たま今日はもっとゴリゴリした曲がやりたい。なんだよ急に。なに新曲、俺譜面もらってねえけど。せえよ。でそんなんいらねえ。魂伝送しろ。
って種田私がスタジオ来るの超嫌があるもん。最近人前で歌ってないから照れてるんだよあいつ。何番だっけ。え、私たちは大学時代軽音サークルで知り合った友人同士だ。してライブはしなくなったけど、月2回のバンド練習だけは続いている。いや、マジでメイコは正しいよ。やっぱ人間企業の犬になり下がっちゃ終わりだった。実家の薬局継いだお前もひよってるっつー。ああ、言うか、大学6年勝つポッチャーのお前が言うか。もうやめてよ。どっちもどっちだって。変にメイコ煽らないでよ。誰だお前は。そこら辺どう考えてんだ。なんとも言えねえ問題じゃね。はい。あっかっかっ。お前来たね。危ない危ない。いいなあ、種田たちにはバンドがあって。私も早くなんか見つけないとな。趣味の音楽なんて一銭にもなら。そりゃそうだけどさ。なんか怒ってる？大丈夫？ちょっと、そんなに酔ってたの？メイコさん、俺すっげえ怖い。正直これからの生活すっげえ心配。ねえ、明日から私ちゃんとするから。メイコさん、早速帰ってんの？種田がせっかく買ってきてくれたんだもん。おはよう。あ、おはよう。あ、ダメ、種田は、自分のに書いて、で、いきなり来るかな。同窓会なんて前から決まってたんでしょ。だって都会のホテルは豪華すぎてね。あんたどうせ土日は仕事休みなんでしょ。 ありがとう。お母さん来てるって。お前らは同棲してるの知ってんの？だからバレねえように追い出されてんじゃん。やっぱさ、ビジュアル的に俺がギターじゃね？
いや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 、なんでよ。だってお前デブじゃん。まあデブっつったらドラムじゃね。なんで勝手に決めてんだよ。デブだから。おい、お前ら集合。はい、集合集合。なんすか。デブがベース弾いてますけど、何か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 。まあ勢いっていうか、もう嫌になっちゃうな。なんで何も相談してくれなかったの。相談って言ったって、うちに帰ってきなさい。やだよ。じゃあ仕事辞めて東京に残ってどうするつもりなの。夢みたいなことばっかり言ってないで、少しは人生考えなさい。うるさいな。ちゃんと考えてるよ、自分の人生くらい。いつまでも子供扱いしないでよ。私たちのことは私たちで決めるもん。3人ともギターだってバンドやる気あんのかよ。スタジオで音出してるだけの俺たちもどうよ。じいさん、それ置物だから。ちょっと先行くとポストあるから。どなたか存じませんが、親切にどうも。帰るよ。ポストに間違えられるお前の人生ってなんだ。何してんのビリー。おう。あー、頭痛い。ドラッグをくれ。おお、妙な英語使うんじゃねえよ。わざわざこっちまで来て頭痛薬買いに来たわけじゃないんだろ。なんか用か。ビリーはさ、どうなのよ。どうって何よ。ビリーって実家継いでるわけじゃん。人生に納得してんのかなって。おいきなり来て人生って、お前。おう、めいこちゃん。こいつでそんな哲学わかるわけないって。おう、ちょっとパチンコ行ってくるからな。じゃあな、めいこさんな。またな。実家はともかくあの頭皮だけは継ぎたくないな。その質問はさ、少なくとも俺じゃなくて誰だに話すべきじゃね。だよね。なあめいこ。ん？お会計。さっきの話だけだよ。ああ、お前が子供の時 UFO にさらわれたって話だっけ。してねえだろんな話。ああ、ほら練習は続けてんだしさ、そろそろ本格的にバンド再開してライブ。じゃあ何ですか。俺がバンドやるっつった大学6年の加藤君が俺についてくんの。加藤、
前についていくつもりだぜ。なんでもねえよ。なんでもねえ。じゃあな。ベースうまいっすね。たまに牛乱れてっけど。君は心の傷を赤裸々に路上で歌うけ。これ入部届まだ出してなかったんで。サバカ鮎川です。まあ一応預かっとくけど、俺ほとんど OB よ。何年っすか？6年終わってる。あ、一服しに行かね。時給制なんだから寮子の人と変わんねえって。もうちょいやろっかな。寮子。おう。レジ締め終わるまで遊べねえぞ。ほう、いいね、なんかその響き。あんまガツガツやってっと親父に怒鳴られんぞ。おじさんもう店番してねえの？そろそろ隠居じゃね。年取ったね。つうか俺たちもか。あんまうるさくすんなよ。おう、私の歌なんて悩むために悩んで無理に作り出してる偽物なんすよ。どうなってんだこれ。本当は歌いたいことなんてないんすよ。誰かみたいなこと言ってんじゃねえよ。そんなへりくつばっかりこねてっと俺らみたいになっちゃうぜ。それでもやれよ。意地でもやり続けりゃ
そのうちなんか見えてくんだろ。ああ、ちょっと休憩。サバカは。鮎川だっつん。まあ、頑張れよ。先輩も頑張れ。もしもし。もしもし、加藤、何やってんの？今日愛ちゃんとご飯食べる約束だったんでしょ。あの子デブ。ああ、完全に忘れてた。一瞬の気の緩みで積み上げてきたものが全部パーになるかもってこと。よく考えてみ。はい、走って帰ります。愛ちゃん完全に乗りこなしてるな。まあね、棺はちゃんとしとかないと。こないだも携帯見たら大学の女とメールしてたからぶん殴ってやった。それでもいつまでも学生やってることは怒んないんだ。だって加藤は普通のやつだもん。これから長くて退屈な人生が待ってるってあいつ分かってるし、ギリギリまで遊ばせてやろうかなーって。ねえ愛ちゃん。ん？種田は頑張って大人になろうとしてんのかな。だとしたら、仕事山越えた？うん、どうにか。はい、扇風機直ってる。適当にいじったのってよ。おー、見て見て、フリマで800円。おほう、機械も人も使い捨てなんてあんまりだもんね。もしかして今の仕事つらい？まあ決して楽しくはないよね。なんで？種田、本当はちゃんと音楽やりたいんでしょ？だったらやればいいじゃん。っていうか、バンドやってよ。お、種田、最近仕事の能率悪いよ。どうしたん？急にそんなこと言い出して。そんな怖い顔されても困っちゃうよ。今日はそんなんじゃごまかされないよ。
俺の才能って平凡よ。今さら本気でやってるやつにかなわないって。才能ないから本気じゃないからっていっつも逃げてばっかだね。種田は好きな音楽で誰かに批判されるのが怖いんだよ。褒められたってけなされたって評価されて初めて価値が出るんじゃん。おーい、何やる気なしのマニフェスト。それで本当にダメだと思ったら、その時はその時だけど。その時どうしてくれんの。一緒に死んでくれんの。冗談だよ。おい誰だ、何してんの。あー、もう痛い痛い。研究今なしで。うん、無理。逆らってみるか、流れに。出だし入ってんで、加藤イントロ試しにした方で弾いてみて。オクターブ。あ、そう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 、そんな感じで。それからえ、何。いいよ。なんでもねえよ、やろうぜ。じゃあ最初から。だからバイト辞めたよ。大丈夫、絶対バンドで食えるなんて思い上がってないよ。今度のレコーディングにさ集中したいんだ。加藤とビリーにはまだ言ってないけど、何かしらのきっかけがつかめなければバンドは解散。でもさあ、メイコ、そん時はそん時だ。
やってるね。あれ？ゆるーくパーマかけた。大切な人が真剣になった時は黙って見守ってあげようよ。そうだね、これでいいんだよね。どうにか完成した CD はレコード会社やライブハウスに送ることにした。いやー気持ちいいよ。マユコさんも入れば。これこれ、振り中はやめなさい。へー、ね、メイクさんも入ろうよ。早く来なさい。入ろうよ。一発撮りだからさ、あらが目立つんだよな。完璧なもんなんて求めてないよ。あの日、あの時、あの瞬間を撮るってことが大事なんだ。一緒に五円玉も入れとく。お、いいね。いいね。加藤、五円玉ちょうだい。はい、ありがとう。よし、え、ピリ、本気？俺は超本気だぜ。ぼーっとしてんの？花火なくなっちゃうよ。いやなんかちょっといいなって思っちゃった。撮って、加藤、撮って撮って。誰だ、一つそっちいたぞ。おう。限られた人生をどこかに向かって進まなくちゃならない。
険しい道でも君がいるなら。本当にこんなメジャー会社から連絡あったのかよ。っていうか加藤こんな日に寝坊するかね。新人オーディションに送られてきた君たちの CD、 まだちょっと素人臭いけど個人的には悪くないと思ってね。で、今回来てもらったのはオーディションとは別件なんだけど、彼女知ってるかな？グラビアアイドルの花村ひとみ、年末にかけて CD デビューさせる予定でね。でもほら、よくある痛いアイドル歌手にはしたくないんだ。君たちのような荒削りなバックバンドと、あとは彼女自身のリリックでアーティストとして売っていきたいんだよね。あれ？君は？どうかな、彼女とバンドを組んでみない？楽曲はこっちが全部用意するから。悪い話じゃないと思うんだけどな。考えてみてもらえないかな。お断りします。今日はわざわざ来てもらって悪かったね。ありがとう。クーネルダスの佐伯さんですよね。まだ覚えてるやついたんだ。今でもたまに聞きますよ。高校生の俺を音楽に駆り立てたバンドだったから。そのあんたがなんで。大衆に適応しなければ表舞台からは消える、それだけの話だよ。だからってあんなアイドルの音楽誰が聴きたいんだよ。じゃあ君の音楽を誰が聴きたいのかな。まあ大切にしたいものが変わったんだろうね。自分のプライドとかそういったものからもっと別なものに。君もそのうち分かるよ。
結局それからデモ CD の反応はなかった。人の日記普通勝手に読むか。何も書いてないじゃん。うるさい。浅い。はい。浅い。今日はね、はい、イチゴとソーダ味がどっちがいいかな。イチゴ。イチゴ。風が気持ちいいな。なんだかどこまでも行きそうな気がする。みゆくさん。ん？俺たち別れよ。急に。嫌だよ。じゃあ二人で俺の実家行って仕事手伝うよ。バンドは？そしたらバンドどうするの？バンドやめる。そんなの種だらしくないよ。俺らしいって何？じゃあ俺はどうすりゃいいの？君の言動はいちいちプレッシャーなんだよ。自分がどうしたらいいかわからないからって君は何もしないで俺に押し付けてばっかじゃん。
と出かけてくるね。すぐ帰ってくるよね。うん。そう言って出かけたきり、種田は帰ってこなかった。種田が出て行って5日が過ぎた。めいこ、なんか食べないと死んじゃうよ。種田の新しい曲初めてちゃんと聞いた。あれって別れの曲だよね。もしかしたら前々から別れるつもりだったのかな。何言ってんの。てか行くとこないじゃん他に。でもね、この5日間不思議なくらい気持ちが楽なんだ。うわあ、おい、台所の野菜たちが大変なことに。うるさい。でもジャガイモがちょっとした妖怪に。もういいからご飯作ってくださいね。はい、戻って。すいません。まず会社辞めたいって思うようになるちょっと前から毎日がねすごく怖かったんだ。どうにかいい方向に持っていこうとしたんだけど、もうどうしたらいいか分かんなくなっちゃって。いいよ。へへへじゃないよ。どんだけ心配したか。ちょっと待って、今メイコに変わるから。もしもし。おひさ、めいこさん、元気してた？種田、なんで今まで連絡くれなかったの？どこにいるの？今何してんの？そんな一度に聞かないでよ。とりあえず、新しく携帯買い替えたところ。ずっと泊まり込みで仕事しててさ、超ハードだったよ。仕事って？前の会社に頭下げて戻してもらった。また働くの？うん、でもバンドは続ける。
ねこさん、俺は音楽でね、世界を変えようと本気で思ってた。でもこの頃はミュージシャンになりたいんじゃなくって、バンドがやりたかっただけなんじゃんってさ。みんながいて、メイコがいて、本当はそれだけでいいんだ。うん、種田、会いたい。早く帰ってきて。メイコさん、たまには俺を名前で呼んでみてよ。なるおちゃん。ボッキーバーカねえ、ん？もう別れるなんて言わないよね。言わないよ。あ、美子さん、それから最後にもう一言。愛しては幸せだ。本当さ、分かった途端この調子。エルさん、なんか超迷惑。種田、ねえ、ちゃんと聞いてる？聞いてるけどさ、これから追い出しライブなんだよ。そんな話つまんないじゃん。だってメイコさん、お茶汲んだり顧客管理するために生まれてきたわけじゃ絶対ないじゃんか。いくら就職しづらい時代だから。もういいよ。やっと仕事決まったんだよ。彼氏だったらさ、頑張れって言ってくれるとこじゃんか。いや、だからって何の興味もない仕事でいいの？そんな未来が予想できる生活なんてつまんなくないっすか？あんまり私に自分重ねないでよね。
次で最後の曲で、つまり僕らにとって学生最後の曲で、今日のために新しく作りました。とりあえず聴いてください。つーか聴けっつってんだろ。飛行機がビルに突っ込んだり、どっかで戦争が始まったりした時、嫌な気分なのにどっかちょっとワクワクしてるすっげえ嫌な自分がいるんだ。だって俺らの未来には全然希望の光が見えてこなくて、劇的な変化もきっとなくて、退屈な毎日が続くんだ。たとえ許し合うがバーッと続いたとしても、それで満たされた風な格好だけの大人になんかなんねえぞ。皆さん、いいね、卒業おめでとう。何か答えが見つかるまでは。たとえそれが険しい道で世界の果てまで続いていたとしても、僕は僕の道を行くんだ。ずいぶん思い切ったこと言ったね。そうですよ、ずいぶん強がったこと言っちゃったよ俺は。でもさ、すっきりしたんじゃない？一つだけ言えてないことがある。ん？何？僕は君のことが好きなんだ。うん、知ってた。帰ったらラブソングでも作ってみよっかな。じゃあ早く帰ろ。うん。帰ろう。早く家に帰ろう。奇跡としか言いようがないっすよ。大げさな。こんなしょぼい花屋じゃ出会いないって思ってたら、やっと入ったバイトが井上さんで。大橋くん18だっけ？出会いなんていっぱいあるでしょ。いや、なんか学生ってチャラチャラしてて、井上さんは落ち着いてて大人って感じで、年上の方が全然いいっすよ。井上さん家ここから歩いて10分くらいでしたっけ？僕バイクだから二欠してけば一瞬なんで送りますよ。で、もしよかったら今度一緒に飯でも。あれ？あれ？危ない危ない。来た。
久しぶりにバイトして疲れた。メイコ眠い？だって そりゃそうか。まだ2ヶ月しか経ってないんだもんな。もしあの時すんなり別れてたら、もしあの時私が何も言わなかったら、もしあの時私が会社を辞めたりしなければ、そもそも初めから付き合っていなければ、でもそれよりもですね、アーティストデビューすること決まったんですよね。そうなんです、念願のアーティストデビューです。それでは本日のゲストのビデオを見ましょう。花村ひとみ with insomnia で手のひら、どうぞ。起きてるか。肉まん食わねえか。メイコ、メイコ、バカかお前、何やってんだよ。なんでもないよ、ほっといてよ。
その七三、気持ち悪いんですけど。悲しいこと言うなよ。必死で面接受けてんのに。あんなに働くの渋ってたのに、なんか急だし。なんかかけると別のもんで埋めたくなるのかね。俺もそろそろ先に進まねえと。信号無視してまで向こう側行こうとしたやつ目の当たりにして、何もせずにはいらんねえよ。まあそいつは渡りきんなかったけど。お待たせいたしました。ふっくりどうぞ。よし、いただきます。ねえ加藤、本当にそれでいいの？ごめん。ごめんなさいね、ちょっと早く着いたもんだから。いえ。あ、すみません、種田君の荷物まとめられてなくて。当たり前だけど、あいつはここで生きてたんだな。あいつこんなの履いてたの？お父さんもいけるんじゃないですか？いやいや、私にはちょっと。あまり自分を責めちゃダメだよ。8月の終わり頃かな、あいつから電話があって、実家に帰るって言ったんだ。そしたら事故の5日くらい前かな、また電話があって、やっぱりその話は忘れてくれって言うんだ。東京で大事なものが見つかったからって。それはきっと芽衣子さんのおかげなんでしょう。
こんなものがメイコさんを傷つけるなら持って帰ろう。じゃあ残りの荷物は着払いで送ってね。はい。じゃあ。だから爺さんってば。ほらほらほら。どうも。これ宛先と送り主の住所が一緒じゃねえかよ。ばあさんに出しとるです。一日の報告を逐一せんといかんのです。そんなこと直接話せばいいだろうに。そうしてやりたいんですが、もうこの世にはおりませんので、向こうではきっと退屈しとるでしょうし、いや手紙が届くとばあさんが私のことを覚えててくれるような気がします。キモッ！あさ！つうかお前その格好でママチャリって。なんだお前その髪型。うわお前、しかも夜にグラサン。うるせえ。つうかこんなとこ呼び出してメイコどういうつもりだよ。さあ、お待たせ。そんでこっちがギターアンプ。本気かよ。音域ごとのバランスをこのつまみで変えられるから好きにいじってみて。うん、ありがとう。やっぱ自分のベース取ってくれよかったかな。何テンション上がってんだよ。次金曜日予約入れちゃってるから。あのメイコちゃんさ、うん、私結構本気だから。あんなギターじゃバンドなんて成立しねえよ。死ぬほど練習するって。なんでバンドなんだよ。メイコちゃん、俺らボーカルにもギターにも要求するレベル高いよ。おい、食べ過ぎだろ。おお、ちょっとここで開かないでよ。トイレそっちだからね。大丈夫かあいつ。なんとなくでやってくるほどバンドは単純じゃねえよ。
偶然だろうけど、アンプのセッティング種田と全く一緒だった。何よりもさ、音を鳴らしてえのって本当は俺たちやね。もうドラムの前にいると悲しいくらい落ち着くな。なんで音楽なんて好きになっちまったかね。なあビリー、やろうぜ。お、お久しぶりっす。先輩、背中悲しすぎ。就職先決まっちゃった。よかったじゃないっすか。いいのか、いいのか俺は。なんだよこの何とも言えないもやっとした気持ちは。そんな気持ちを一曲聞いてください。ああ、つうか先輩、今度ライブやるんすけど一緒に出てくんないっすか。ライブ？レコード会社の人がうちらのバンドに声かけてくれてて、うん、次のライブ見に来るんすよ。そんで対バンって探してて。バンドなんてお前他にたくさんいいんだろ。ダッサいコピーバンドじゃ寒いじゃないっすか。それに前聞かせてもらった先輩たちの CD、 私あれ結構気に入ってるんですよ。ありがてえけどそれは無理だな。なんでですか。あの歌歌えるやつはもういねえんだ。お疲れ様。お疲れ様です。ギターって上手い下手じゃなくてかっこよく弾くのが一番だと思いますよ。弾く人の気持ちを弦とコイルとアンプが増幅させる楽器。ギターのそういうとこ僕は好きなんですよね。さすがギター少年、語るね。僕、何の取り柄もなかったけど、やっぱり同じ冴えない奴らと会って初めてギター手にしたとき、世界が開けた気がしたんです。その感じってん？ゼロとゼロを合わせて無限。あ、また僕今寒いこと言ってました。君は自分で言っておいて。ギターで分かんないことあったら言ってくださいね。ありがとう。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様、気をつけて。
ライブ？学校の後輩に前から対バンしないかって誘われててさ。いつよ？1ヶ月後。まあその時は俺も断ったんだけどよ。いやさすがにそれは無理だろう。なあメイコ。やってみたい。空に歌ってみたい。ねえ、空にって何？ジャガイモの芽の毒のこと。そうなんだ。ねえ、行こう。あ、愛ちゃんどうしたの？アンプなんか持って。度胸試しにさ、新宿の駅前で歌ってみようと思ったんだけど、何もできないで結局帰ってきちゃった久しぶりに街に出て迷子にならなかった？まあ、もともと迷子みたいなもんだしねまだまだ迷ってばっかりだけど。そっか。じゃあ上達のほど聞かせてみ。いいよ。ねえ愛ちゃん。私前にさ、ソラニーは恋人の別れの曲だって言ったでしょ。でももしかしたらそうじゃないかもしれない。なんかうまく言えないんだけどさ、過去の自分との別れの曲かも。そんな風に思えてきたんだ。
あ、ガチャガチャ。あ、こういうの好きなんだよね。子供だね。子供だもん。なんだこれ。外れかな。え、かわいいよ。うん。ん？じゃあ一個いる？うん。ありがとう。電話してもチャイム鳴らしても出ねえのはお前だろうが。練習最終日に寝坊とかマジボッコだよ。すめえ。すめんじゃねえよ。早くしろよ。ちょっと待って、加藤切れてんぞ。なあ、メイコ。あ？悪い。こんなこと聞くなって感じだけど。何？もう平気か？誰だのこと。なんで？平気なわけないじゃん。悪い。でも今はもう悲しんでばっかりじゃダメだなって思うんだよね。猫強いのな。俺はさ、悲しくなんかね、全然悲しくなんかね。あんなつまんねえ死に方してどうなるってんだよ。勝手な野郎だって思うよ。毎晩あいつのこと考えて、毎回ふざけんなって思って、その度涙が止まんねえんだ。だろ。下になりますんで。はい。どうも。サブリナ。サブリナ多いっすね。サブリナ多いっすね。あ、こんにちは。こんにちは。よ。
大変そうだね。一応出させてもらってる身分だからよ、受付ぐらいやんねえと。じゃあ2人は？いや、メイコちゃんさ、緊張しすぎで今ガッチガチ。どうぞ。そりゃそうだ、メイコステージ立つの初めてだもん。俺もそろそろ行かねえと。じゃあチケットまた後で。じゃあ、じゃあお願いします。はい。あ、加藤。ん？頑張って。おう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。客の入りどうよ。いや、結構入ってんぞ。まあつっても全部相川のところの客。ほとんど学生。超アウェーだな。そんな中じゃ俺たちも六甲宅のおっさんに見られんのかね。昔はそんな奴らバカにしたけどな。まんまと仲間入りだ。こっちの皆さん、そろそろお願いします。メイコ、覚えてるか？ん？前にうちの店来て人生納得って俺に聞いたろ。そりゃ人生不満を言ったらキリないさ、だろ？キリねえな。でも俺今日はなんかすげえ楽しくて。俺も楽しいな。多分俺にとって人生ってのはただ生きていくってことでいいのかもな。え？臭いです。よし、ほんじゃぴょっぴょとかっこよくやっちゃって、うまい酒で打ち上げようじゃないの。こんばんは、ロッチです。メイコ、メイコ、メイコ、何ビビってんだよ。もう始めようぜ。思いっきりやってやれ。どうも。あ、どうも。ロッチってまだやってる？あー、そろそろ最後の曲とかじゃないですかね。
女性ボーカルだっけ。そうみたいですね。ギターを始めたの？高校の時好きなバンドがあってさ、そのバンド真似したくて同じギター買ってさ、毎日アホみたいに弾きまくってたんだよね。うん。そしたらもうすっげー楽しくてさ、ギター弾いてる時だけはなんか無敵になった気分でさ、音楽を信じてやり続ければこんな俺でも世の中変えられる気がしてさ。そういうのいいなあ。私何やってもダメなんだよね。なんか不安。これから先ちゃんとやっていけるのかな。きっとさ、二人でならどうにかやっていけると思うんだ。手の歯ダメかしら。絶対話しちゃダメだよ。寒い冬
私は今日ギターを弾いて歌った。きっとめちゃくちゃな演奏だったけど、ソラニーは間違えずに歌えたよ。あのライブから3ヶ月も経ったなんて思えないくらいあっという間で、いつの間にか外はもう春がやってきていた。はい、これで最後？うん、あとギターだけ。お、じゃあサクッと新居の荷物運んで引っ越し祝いでもしようじゃないの。今日はみんなどうもありがとね。1億円ありがとう。なんで2回言うんだよ。たとえいつかこの景色が見られなくなる時が来ても、その時までみんなと一緒にいられればそれでいいや。今日はそう思う。